ここは山手線の要衝、大崎駅です。ホームドアが設置されていない2番線と4番線は副本線となっており、当駅始発、終着の電車が使用します。こちらは大崎駅の着発線が表示されたモニタ画面。埼京線と山手線では線路故障のタイプが異なるのでしょうか。大崎駅の廃線と線路故障を見てみましょう。埼京線、湘南新宿ライン、臨海線が発着する大崎支線の線路は、上り本線、下り本線といった故障となっているのに対して、山手線の線路故障は、通し番号となっています。これは、ホームが設置された時期の違いが関係していると思われます。大崎支線のホームは、2002年の、臨海線の延伸開業に合わせて設置されました。大崎支線のホームに面するすべての線路から、蛇久保方、新木場方、新宿方の全方向への進出が可能となっています。次に、池袋駅の廃線と線路故障を見てみましょう。池袋駅は、上り本線、下り本線といった故障で統一されています。基本的に、湘南新宿ラインの列車は、山手貨物線の上下本線を、埼京線の電車は、赤羽線の上下本線を使用します。ただし、埼京線の一部の当駅始発、終着の電車は、山手貨物線の上下本線を使用します。また、山手線は、上下本線の外側に、ホームドアが設置されていない、上り1番線、下り1番線があり、当駅始発、終着の電車が使用します。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。